終わりに活動の活と書いて終活。人生の幕を下ろすとき、家族の手を煩わせたくない、自分らしい終わり方をしたいなど、より良い形でその時を迎えたいという人の終活が今増えています。お葬式やお墓、相続など様々な終活の市場は年間およそ5兆円規模と右肩上がりで成長を続けています。そんな終活を集めたイベントが東京ビッグサイトで開かれています。エンディング産業展と題したこのイベントには、就活に関する企業200社以上が出展し、個性的な葬儀や供養を提案するさまざまな商品を紹介しています。宇宙葬という言葉をご存知でしょうか。これはこちらにあります小さなカプセルに亡くなった方の遺灰を入れてロケットで宇宙に飛ばす新しい供養の方法です。アメリカからロケットを打ち上げる宇宙葬は今から18年前に始まりました。カプセルに収めた遺灰を人工衛星に乗せて飛ばすプランでは、最長で240年間にわたって地球を回り続けるということです。遺骨を入れる骨壺は生前から自分の好きなデザインを選ぶ人が増えているといいます。この企業ではおよそ50種類の骨壺を揃え、中にはクリスタルガラスをあしらった豪華な骨壺も。一般的な骨壺は1万円ほどですが、きらびやかな骨壺は20万円から30万円ほどだということです。また就活ならではのユニークなコンテストも開かれました。日本一の僧侶を決める美坊主コンテストは、仏教や僧侶を身近に感じてほしいと開かれ、参加者が説法や特技を披露していました。主催者によりますと、就活関連産業の市場は高齢社会に伴い亡くなる人が増えていることを背景に、年間およそ5兆円規模に拡大しているといいます。自分でどういうふうな葬儀をしたいのかと、自分がどういうお墓に入りたいのかというのを生前からですね、探し始めているという傾向になっておりますので、個性を優先した葬儀ですとか供養が増えてきているというのが要因だと思います。このイベントは明日まで開かれています。